続いてこの68キロクラスはトルコのオズバスとアメリカのサンダースとの対戦です。トルコのオズバスが左側赤、そしてアメリカのサンダースが青です。いずれこのアメリカのサンダースと日本の赤石は戦わなければいけませんね、はいはい、この両選手はですね、いずれも1敗してますので、どちらかが消えることになりますね。そうですね、はい、バックを取りますトルコのオズバス。このトルコのオズバスもスピーディーな攻撃を行います。バックを取って1ポイントを取りました。赤石としてはですね、このトルコのオズバスが勝ってくれた方がいいんですよね、はい、彼にはまだ負けたことないんですから。そうですか、はい、返しますか。返しました。いや、ポイントは2ポイント取りましたね、はい、トルコのオズバスが3対0と3ポイントリードです。アメリカのサンダースは163センチ、トルコのオズバスは168センチです。オズバスは1回戦2回戦勝って3回戦 EUN 旧ソビエトのファザエフに敗れました。2勝1敗。アメリカのサンダースも1回戦マクニールに勝ちましたが、2回戦で EUN 旧ソビエトに敗れて、3回戦は勝って2勝1敗。したがいまして、もしこの試合どちらか敗れた方が2回負けて失格になります。予選ラウンドは2回負けると失格です。現在赤のトルコのオズバスが3ポイントリードしています。ここで場外です。各コーチとも必死になって選手たちにいろいろなアドバイスを送ります。このオズバスとアメリカもですね、はい、非常に力がこの辺になるとも拮抗してますね、はい、しかしながら赤石にとってはオズバスが勝ってくれて、ね、出てきた方がいいんですね。やりやすいですね、はいはい、そしてそのオズバスを崩すってことがいいんですね。そうですか。アメリカのサンダースが今度は攻勢に出ます。この相手の膝をつけるとポイントになります。コントロールしました。うまく返した。アメリカがまずポイントを取りました。アメリカはですね、あ、アメリカ返されましたね。これはアメリカは投げたんですが、はい、肩をついて投げたために、ポイントを逆に取られましたね。取られましたね、はい、トルコがポイントを追加しました。今度はトルコが持ち上げます。アメリカがまた返しました。これはアメリカポイントにはなりませんか。はい、なりません、はい、トルコのオズバスもなかなかうまくかわしました。現在のところ5対0とトルコのオズバスがリードです。日本の赤石はいずれこの勝った方と対戦することになります、はい、そうですね。赤い方がトルコのオズバス。タックルに行きました。アメリカワンポイント返しました。まだ残り時間はたっぷりあります。ちょうど半分試合が経過しました。今年20歳の赤のトルコのオズバス。サンダースの方は25歳です。オズバスはベテランですからね、はい、これポイントをリードしてゆっくり、まあ、時間稼ぎといったところですね。これ、はい、上に乗っかっている青がアメリカのサンダースです。今ですね、はい、サンダースの足首を、オズバスの足首を攻めるときにちょっと反則気味に見せましたね、はい、それで立ちになりました。レフェリーから注意を受けましたね。スタンドレスになりましたね。5対2、スリーポイントリードのトルコのオズバスです。残り時間はもう2分を切っています。どうにかしてアメリカとしては積極的に攻めてポイントを返したいところです。またタックルに行きました。トルコのオズバス。この68キロクラス赤石が3勝1敗、ファザエフが現在のところトップです。そのファザエフと赤石と同じグループ A グループの両選手、勝った方と今度は赤石が対戦することになります。トルコが積極的に攻めます。オズバスです。ガブリの体勢はアメリカのサンダース。各マットでそれぞれ競技が行われていますので、お客さんもそれぞれの国の応援ということで、おっ、これは大技に行った。しかしこれはポイントにはなりません。なりませんね。残り時間は1分を切ります。お客さんも各国の応援で各マットをそれぞれ見極めて応援していますので、この
真ん中のマットはアメリカの応援が声援が続いています。はい、もうあのサンダースはですね、はい、思い切った技でいかないとポイントが取れませんから、そうですね、かなり強引な技に出てくると思いますね。コーチも必死です。アメリカ、これは敗れますとアメリカは失格になります。さてここで攻撃権を取りましたアメリカのサンダースです。上に乗ります。そして残り時間がもう47秒です。3ポイント差、アメリカがリードされています。トルコのオズバスの上に乗ったアメリカのサンダース、足をまずアンクルホールドにして攻めようとしていますか、それとも崩していきますか。しようとしているのはこれはポイント取れませんね。かなり強硬な守りに入っています。トルコのオズバス上に覆いかぶさるようになっています。アメリカのサンダーススタンディングになりました。結局ポイントを取ることができませんでした。これはもうトルコがかなり有利になってきました。これはもうトルコの勝ちですね。はい、残り時間10秒を切りました。アメリカのサンダースも必死に攻めますがなかなかポイントを取れません。5対2、現在3ポイントリード、トルコのオズバス。試合終了です。アメリカのサンダース敗れて失格となりました。トルコのオズバスが5回戦進出を決めました。アメリカのサンダースが敗れたということは日本の赤石にとっては非常に良かったですね。はい、そうですね、はい、B マットで行われました68キロクラスはアメリカが失格、そしてトルコが5回戦進出を決めました。